く一周していきます。歩きずれ。100分、すごいね。マーメイドラゴンシアターも発見してるんだ。もうでも平日にしては空いてる方かな。100分。コンセプトレベル 3.0 ぐらいかな。みなさん、まさか何の食べ物もなく魔法の鏡の下を通っていただけるなら、ヴィランズならでは美しいハロウィンをどうぞお楽しみ。世界へとご案内いたしましょう。風が強いね、今日は。うわぁ、なんかこの辺もすごい混んでるね。ビラは終わってみんな並んでるって感じかな。ちょっと風強いっすね。スペシャルメニューあるね。あるか、これでいいよ。Ese es el Rubén y ese es el Tuna y huevo. Ok.90分待ち。今ショーパラ終わったからちょっと落ち着いたかな。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、追い出せよ友達を君のすぐそばに。みんな一緒に遊んでくれてありがとう。いいか、遊んだ後はちゃんと片付けてもらうんだぞ。ペットに大きな拍手を。それではこの後もまたバイベルカロリーパークで楽しいひとときをお過ごしください。ありがとうございました。タワーオブテラー70分待ちです。マレフィセントじゃない、白雪姫か。フォトロケーションできてるね。なんだろうあれ。やっぱりあのイベントの間が終わっちゃったから人が混んでるように感じますね。みんなそんなもんだよね。オータムスリープオーバーが先行してたのお店ですね。ケープコットクックオフのメニュー、こんな感じですね。この時間17時の時間だったら意外と空いてるね。もう前触れの案内終わっちゃいました。
1000円ぐらいでコスパがいいんですよね。ここスーベニアとかダッフィーの季節イベントの限定グッズはまだ残ってます。かわいいよね、どれも。これはもう季節限定なのでね、できるだけお早めに頼んでみてください。アースラ限定の浮き山を取り扱いのショップちょっと並んでるかな。色がすごいね。を入れてここに入れると、はい、ライダーの向かい側にあるお店。ホライズンテイクアウトはいつも列できてるよね。20分待ち前後かな。結構並ぶようにね列ができてるんだけど、寿司ロールとかね、ニモチュロスとかワンコインで買えていて、どれもね美味しいんだよね。どれもさ3種類買ってもさ食べ飽きないというか、約1000円かな。なので結構手軽に楽しめるパーク飯ですよね。結局この奥の拡張はどうなるんだろうね。でここのインディの飛行機に関してはキャストさんがねちょっとね聞いてみたら、今ねどこか他の遺跡に行ってるみたいで来年帰ってくる予定みたいです。今年はもう帰ってこないって言ってましたね。ミッキー55分、ミニーちゃん10分、グーフィー30分、みんなやっぱり結構待つね。グリーティングね結構早かったりするんでね、夜はもしこれから行かれる際はご注意ください。インディも70分待ちです。レイジングも80分待ち。どこ行っても人混んでるね。おお、できてるんだね、ヴィランズバナーが。アスバが完全にヴィランズ化してますね。ハロウィンの期間はスペシャルセットを取り扱いです。またね、こちらも食レポしたいね。さすがにね、17時の時間だからか、あんまりそこまで並んでないですね。甘口のやつね。はい。はい。パパは？じゃあ。マジックランプシアター休止中なんだ、知らなかった。もしねパークこれから行かれる方やっていないのでご注意ください。少しずつ暗くなっていってます。空いてるアトラクションの差が結構ある感じかな。センターは100分待ち。すごいね、やっぱり今日一番に混んでるんじゃない。わー綺麗。やっぱり夕方頃のシーは本当に綺麗だね。
もうちょっと暗くなればもっと綺麗になるんだろうね。シーレも35周年をお祝いしております。かわいいね。さあ帰りましょうか。かわいいね。なんか夜で光るミラワのグッズっていいね。今回はマレフィセントの角をイメージしてるみたいです。夜になると全然違うね。ということで夕方から夜にかけて東京ディズニーシーハロウィン初日をパーク一周してみました。個人的には全然ハロウィン感感じませんでしたね。もうちょっとねやっぱりメニューを多くしてほしかったりとか、デコレーションっていうかね、なんかランドに比べたらやっぱり比べたらいけないんだけどね、物足りなく感じます。夜のよミラワのハーバーショーとかさ、クリジャニみたいにやればさ、ちょっと盛り上がりそうじゃない。でもあんまり初日を今日ランドとシー両方パーク一周したんだけど、ランドの方がやっぱり混みを感じるかな。人混みはシーの方が若干空いてるように感じましたね。まあ、逆にでも何回も同じ動画で言ってるけど、ビラはまだ来たことない人にとってはね、これ今年最後なので、まあそういう意味では狙い目なのかなとは思います。またハロウィン3連休入るので、3連休の混み具合とか、この日空いてる空いてないとかね、また何か動画にできればね、パーク一周でお届けできれば嬉しく思います。ハロウィンのディズニーシー感じられました？大丈夫だったかな。ちょっとでもね雰囲気味わえたら僕も嬉しく思います。それでは終わりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンという方のチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタン、ご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。